ゆうさくさくシャークチャンネルのサメミです。どうもテレくんです。皆様お久しぶりです。以前コラボしたグループに加入していて、その活動や編集も担当してたので、こちらのチャンネルを更新できない状態になっていました。ツイッターやコメントなどで早く更新してほしいという声を何人もからいただき、久しぶりに更新することにしました。待ってくださっていた方々ありがとうございます。グループ脱退して新チャンネルを開設準備中なので、こちらのチャンネルは不規則な更新になるかと思うんですけども、リクエストなどあればぜひ教えてください。前置きはこの辺にして、今日は葛西臨海水族園の紹介です。この水族館は去年アオザメ、今年はゴブリンシャークことミツクリザメというエアザメが入ったことでも有名です。私が行ったのは去年の12月であって、どちらも駆けつけることはできなかったんですけども、サメ好きはもちろん、それ以外も見どころがたくさんあります。とりあえず行ってらっしゃい。行ってきます。少し大きめの赤シモクザメが餌に向かっていきましたね。今中央からも餌が入ってきました。さあ、赤シモクザメたちが勢いよく上がっていってますね。さあ、ではサメたち餌をどのようにして見つけているのでしょうか。まずサメは匂いを頼りに餌を探します。サメの嗅覚はとても優れていて、餌の匂いを感じると近づいていきます。細かくしてみる。そして匂いで見つけた餌を次は目で見つけます。シモクザメの横に大きく離れた目は両目で餌を捉えるのにとても便利です。そしてシモクザメの鼻の穴は頭の前方、目のすぐ前にあります。スリットのような穴が開いているのですが、皆さん分かりますか。鼻の穴が左右に大きく離れていることで、より広い範囲の餌を探し出すことができます。シモクザメ、餌の上を一旦通り過ぎても体の向きを素早く変えているのが皆さん分かりますか。スマグロやスミツキザメと比べると小回りが効きますね。なぜかというと、あの大きなハンマーのような頭、ブーンと振ることで簡単に体の向きを変えることができます。上下左右の方向転換にも頭が役立っているんですね。さあ、そしてハンマーのような大きな頭、実はもう一つ大切な役割を持っています。サメには鼻先にロレンチーニ器官という器官を持っている種類のサメたちがいます。それは他の生物が活動するときに発生させる弱い電気を感じ取れる器官です。それをアンテナのように使って砂の中に隠れた餌となる生き物を探し出すことができます。シモクザメはこの横に広い頭にロレンチーニ器官を持つことで、より広い範囲の餌を探し出すことができるんです。Thank you.
様いかがだったでしょうか。葛西臨海水族園では人数限定でバックヤードツアーやサメタッチ、その他の生き物の餌やりショーなどイベントも充実していて一日中楽しめました。現在新型コロナウイルス感染症の流行で水族館も臨時休業しているところがほとんどでしょうし、私も自粛しています。連日ニュースで徐々に感染が広がっているとの情報が流れてますが、自分のことはもちろん何より周りの大切な人を守るためにも一人一人が危機感を持って行動しましょうね。セミミ、早く水族館行こうよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回もメガマウスの巨大グミを作ります。メガマウス、僕たちの背中にある第一背びれと呼ばれるものは横揺れを防いで体を安定させているんだよ。